イニングポスト9 2021。こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。今回は1998年、9月の2週からのスタートです。あと、じゃあ天野一郎が秋小葉展望スペが海外行きますね。いきなりセントレジャーイギリス、いわゆるまあ日本で日本の菊花賞の元祖です。しっかり勝ってもらいましょう。菊花賞にもいい弾みになってほしいね。このスペシャルウィーク3冠かかっております。なんとか取りたいところ、そのステップいいステップになるといいと思います。さあメイトロンステークス、天野ロンバケ登場。天野ロンバケ一番人気。さっき言った感情か。レース行きましょう。レパーズタウン競馬場 G1 メイトロンステークスアイルランド芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ホームノーション好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホームノーション花に立ちます。その後ろからはゴーイングアイディア、この馬も上がっていく構えです。さらには天野ロンバケ8番シック&ソサイエティ、その後ろゴーイングアイディア先手を取りました。その外にサマークルーズ、ジューンプロバブル、それに続いています。並んで3番ブックオブジャズミン、すぐ後ろにクラークフルーブ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ゼンダトロイ上がっていきました。ティグレスコンティネント、すぐ後ろにイージークラウン、ライフタイムケアフリー、そのうちに続いています。その外からステートフィアレス、さらにはエイトミスト、内からはキューティーエリザベス、前はゴーイングアイディア。2番手ですね。天野ロンバケ、ロンバケアンドソサイエティ3番手、いい流れ、ロンバケ B1 です。さあここからどうか。ゴーイングアイディア先頭、リードはゴーイングアイディアが意外と粘っているが懸命に追いすがります。残り 200m を通過して差がつまらないな、むしろ後ろの方がいい。大外から一気にエイトミスト、イージークラウン、かされた。イージークラウン先頭だ。エイトミスト大激戦のゴール前、これは写真判定です。3着ですね。天野ロンバケどうした。これは際どい勝負。ゴールPR で確認してみましょう。位置取りは良かったんですが、そこから案外伸びませんでした。天野ロンバケ。さあアイリッシュチャンピオンステークス天野一郎、もちろん一番人気120。あでもドリームウェルも120で、ザールが121で、レーティングだったらトップなんだ。アライドホーシーズっていうとこですが、レース行きましょう。レパーズダウン競馬場 G1
アイルランドチャンピオンステークス芝 2000m です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケーププロス。綺麗なスタートを切りました。アライドフォーシズ前に行きそうです。ケーププロス、それに続いています。さらにはデュークジャーニー、1番リバインエンデバー、その後ろアライドフォーシズ先手を取りました。すぐ後ろにキャリーアウル、その外にツイストワーフ、その外からエアエクスプレス、その隣にブラブグランデュール、これに続いてドリームウェル、ライジングバラコイス、すぐ後ろ、さらにはザール、白の帽子、アーランザグリーヌ、その後ろ、すぐ後ろにカボートーフ、その外にウェイブシコイア、天野一郎、後ろから最後方にスティップルスコッツ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度3番アライドフォーシズ、依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。並んで漆黒の馬体ケープクロス、その後ろからはデュークジャーニー、そして大きく離れてエアエクスプレス、この位置です。内からはツイストワーフ、並んで15番ブラブグランデュール、キャリーアウル、その位置に続いています。さあ先頭は依然として3番アライドフォーシズ、ケープクロス、ほとんど差がありません。デュークジャーニー、3番手6番天野一郎、まだ後ろ、一郎結構後ろですね。届くでしょうか。ケープクロス先頭、外からデュークジャーニー、さあ中割ってきたぞ。天野一郎一気に先頭に立つ。天野一郎残り 100m、 2番手はドリームウェル、突き放しました。まで決まりか。天野一郎今ゴールイン、段違いの強さです。2着はドリームウェル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野一郎、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや強かった天野一郎、あと2年は頑張ってもらいたい。ミスプロと型のインゴット、さあイギリスセントレジャースペシャルウィーク1番人気、クレスホリーが119、スペが131でダントツです。レースいきましょう。ドンカスター競馬場 G1 イギリスセントレジャー芝 3000m の長丁場です。スペシャルウィークとにとっては菊花賞も睨むレースとなっております。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはデルムカントリー。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはクレスフォリー、続いてウィナーズシーブ、この馬も前へ、さらにはコアラピクチャー、10番ラウディーサイレンス、その後ろ、先手を取ったのはクレスフォリー、これに続くのがカルタチャーター、コーティングステークス、すぐ後ろオレンジの帽子、スペシャルウィーク、いい位置につけました。ヴィーナスラセーヌ、その位置に続いています。その外にブリューガード、並んで13番チョーズンメッセージ、内からはフォードセイバー、さらにはイルドポーラ、緑の帽子ミスクシャック、その後ろカレラギャル、この馬もこのグループ、クリーニングカルリュン、それに続きます。ここからドンカスター名物、長い長いカーブに差し掛かります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからレルムカントリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度4番クレスフォリー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはウィナーズシーブ、これに続いてカルタチャーター、コーティングステークス、それに続いています。その隣にラウディーサイレンス、すぐ後ろにヴィーナスラセーヌ、スペシャルウィーク、いい位置です。並んで15番ブリューガード、その横にフォアラピクチャー、内からはフォードセイバー、その外からチョーズンメッセージ、並んで12番リスクシャック、すぐ隣にカレラギャル、内からはイルドポーラ、並んで足毛の馬体クリーニングカルリュン、
最後方にデルムカントリー、もう一度先頭に戻りましょう。4番クレスフォリー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ウィナーズシーブ、それに続いています。カルタチャーター、それに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。間が空いてヴィーナスラセーヌ、並んで10番ラウディサイレンス。さあ直線は長い。4番クレスフォリー、さあすでにコース持ち出している、追い出すだけだ。上がっていっている。持ったまま上がった。オレンジの帽子、スペシャルウィーク伸びてきた。先頭に立ちました。先頭スペシャルウィーク、先頭引き離しにかかる。あと 200m 立ちましたね。後続を大きく引き離しました。残り 100m、 2番手はラウディサイです。ぶち切った。この馬で決まりか。スペシャルウィーク今ゴール。段違いの強さです。2着はラウディサイです。3着にウィナーズシーブ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スペシャルウィーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあスペ大勝利、7連勝、すごいな。無敵すぎるスペシャルウィーク。さあ海外遠征これで終わり。シオンステークス凱旋チョビリグクラブ馬ですね。ファレーノプシスもいます。凱旋チョビリグが1番人気、ファレーノプシスが2番人気で、印の上でもね競っておりますね。この2頭の一騎打ちになるんじゃないでしょうかね。ダイジェスト中山 G3 シオンステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ファレノプシス、ファレノプシスなんだ先頭。残り 200m、 先頭はファレノプシス、残り 100m、 これはさあつまらなさそう。2番手は凱旋チョベリグ、ファレノプシス、この馬で決まりか。ファレノプシス強い強い、ファレノプシス圧勝ゴールイン。2着は凱旋チョベリグ、3着にエアデジャブ、ファレノプシス見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。ファレノプシス、さあこれで秋華賞に向けてのいいステップを取りつつやりましたね。さあ次が天のオデッセイか。一番人気、もしかしたら怖いかも。プレベテンダーが相手になりますね。グルメフロンティア、テムバトラーか。ダイジェスト中山 G3 京成杯オータムハンデキャップ芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブレイブテンダー先頭、残り 200m を通過して、ブレイブテンダー意地を見せる。力上がっていった。天のオデッセイ、天のオデッセイ差し切った。先頭は天のオデッセイ、1着でゴール。2着はブレイブテンダー、1番人気に応えました。天のオデッセイ見事です。なんとか勝ちましたね。ギリギリの勝利。そしてセントールステークス天野ドンタコス、さらに天野タレパンダも登場。クラブバーから凱旋ヘッド登場です。エシンバーリンがライバルとなります。さあここドンタコスしっかり勝って今後につないでほしいですね。追い込みなのはちょっと気になりますが、あの前へ行く馬が多いんで潰し合ってくれればと思います。ダイジェスト阪神 G2 三軽賞セントールステークス芝 1200m 電撃戦です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天の種パンダ、種パンダですね。あと 200m、 ちょっと伸びが足りないか、オデッセイ。むしろ種パンダの方がいい。中はかわって、ドンタクス伸びないな。種パンダ勝ってしまいました。見事に勝ちました。天の種パンダ、天のドンタクス敗れました。これは掲示板までです。ドンタコス5着。リズムが悪かった。手前を右回りは良くないっていう感じか。タレパンダ今年限りで引退ですが、意地を見せた感じかな。さあ、天野スペイン頑張ってもらいましょう。そして天野ミスチルも登場です。天野ですやりましたね。賞金タレパンダ惜しい。新興フォレストか、クラブ馬じゃなかったっけ。もうスペイン最上位ですね。これ期待したい。さて今9月3週か。ロンバケが惜しかったな。3着。 G1 はまだ勝ってないのか。まあでもどんどん、まだ3歳馬なんで
どんどん力つけてほしいですね。飛行間距離、まあ飛行間距離、飛行間距離なんだ。飛行間距離ね。どうなんだろう、周回所は距離は合うんだけどな。まあ休ませると10万円ピークすぎるかもな。ロン掛けって周回所誰が出るんだったっけ。うちで出るのロン掛けだけか。じゃあシビアにこれ勝たせに行きたいんで、一周放牧でリセットかけよう。さあ、そして天野一郎はしっかり勝ちまして、なぜか次は JBC クラシック、凱旋門賞とは言わんけど、スペは、セントレジャーから当然菊花賞ですね。予定通りオデッセイはこれでオータムハンデ勝ちましたんで強かったな。秋天か、まあ、2000なんで悪くないですね。オータムハンデも本来マイルってそんな向いてないのにね、しっかり勝ちましたんで。本当だ、もっとこのぐらいのクラシックとかもうちょっと2500とかの方向いてるからね、いいと思います。まあ明けの天秋出ていいんじゃないの。まあ有馬一応登録しときましょう。どうなるかわからないけど、まあ、スペ強いからな。まあまともに対決しない方がいいかとは思いますが、オデッセイ新勝だったっけ。あ、新勝だったな。ちょっと厳しいな。まだまあ距離が合わなかったのかもしれないが、まあでもさ、札幌記念2着で秋天か、大丈夫なんかな。やっぱりまだまだこれからっていうところやろうな。ジェステックスとかもないし、行ってみるか。あ、ダメだ、ここは行ったらやばい。これならまあ起点行った方がいいですからね。こっちだとバレーだからチャンスあるな。え、空き店って どんな馬が出るんだったっけ。空き店さすがに出るよな誰か。意外とこういうとこで登録外したりしちゃってるんですよね。凱旋門賞エアグルーヴが出るし、だからといって勝てるとは思えないしな。レース表ってどこにあったっけ。他のはちょっと見てみよう。例えば天野一郎とか、あ、サイレンス鈴鹿が出んのか。でも鬼へ必須なんで勝てるとは限らんしな。まあメンバーが軽かったからな、シーツの空き店は。誰か一頭出したいとこだから。そうか、ある意味天野オデッセイに出させんのか。制覇中ちょっと短いからやっぱり空き店出させましょう。誰っ
パンダが1着か先頭です。まあでもそんなに長くないからね。最後の花道、あとドンタコスですね。どうしたんだろうドンタコス。まあでも G2 のクラスになるとちょっと厳しいかなっていうとこか。ダービー卿とかしすぎだからな。もうちょっとあの立て直しがいるのかな。むしろ海外の短距離戦行った方がこの馬いいかもしれないですね。まあ行ってるよな海外。でもジャックロマの足を行ったりしてるから悪くはないと思うんだけどな。海外属性はまあ覚醒なんだ。どんだこすどんどん海外行かせよう。ただね、あの休ませないといけないんで、ベルメイユ賞アマノスペイン登場、一番人気当初も燃え上がっております。115リーティングはザインタには、ザインタに譲りましたが十分チャンスがあります。人気は一番人気ですね。さあこのアマノスペイン、これ勝てば G1 発勝になるので金札を獲得できます。もうメス7歳なんで繁殖入りしたいところ、ここを勝ってちょっと引退と行きたいところですがどうなりますか。ベルメイユ賞 G1 パリロンシャン競馬場芝 2400m で行われます。さあ馬のスペイン頑張れ、しっかり取って帰ってこい。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはヘクターギャラント、綺麗なスタートを切りました。まあまあのスタートですね。アマノスペインも外枠はどう響くかだな。さらにはエクセラーラーク、15番チュースプラッシュ、その後ろ先手を取ったのはチゼナウチャイムス、好位置をキープしています。アマノスペイン内からはラインダイヤ、その後ろにザインタ、積極策取りますねスペイン。その外にネバーガイバメント、さあこれがマノスペイン。ヒートエレコトラ、ザッツアペンダント、残りそのうちに続いています。並んで G1 7勝挙げております。エアレスビスタすぐ後ろ、これに続くのがオペラハトゥーフ、うまい、うまいことあのポジション取れましたよ。ミネルバーラモード、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。10番シゼナウチャイムス、依然として先頭、ちょうど凱旋門賞の行われる距離コースで行われる G1 となります。前哨戦みたいな感じなのかな。その後ろにネバーガイバメント、その後ろにラインダイヤ、赤の帽子ザインタ、その後ろさあホルスストレート、内を狙っているぞアリーシュゼット、この馬もこのグループ、すぐ後ろにケアレスビスタ、前はシゼナウチャイムス、2番手はヘクターギャラント、3番手にアマノスペイン、絶好の手応え。さあそうそう仕掛けたい、直線コースに入りました。日曜王者の争いだ、アマノスペイン抜き出した、先頭はアマノスペイン、いけいけいけ、外からも来ているが懸命に追いすがります。シザーチャイムス、ネバーガバメント足の方がいいか。一気にザインタ、アマノスペイン、ザインタ来た、ザインタ迫る、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは分かりません。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。完全に首の上げ下げになったか、いや負けてる、負けましたね。これは惜しい、
金量とは言ってますが、レース分野は完璧だったと思います。センターライト記念天のミスチル2番人気か、1番人気じゃない、ロボドアックスが1番人気。さあ先方どうするかですね。差しでもいいんじゃないかな、差しで行ってみるか。ダイジェスト中山 G2 朝日杯センターライト記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、もう先頭だ。天のミスチル、なんと先頭あと 200m、 後続を完全に引き離した。意外と強かった。ロードアックス後続は大きく離れました。天のミスチル、ぶっちぎりだ。段違いの強さです。強いミスチル。3着にアメリカンボス天のミスチル、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。1箇所出ないんじゃなかったっけ。あ、いや、そんなことはないか。トップクラスって B ぐらいだったっけな。 C かもしれん。長距離馬だったと思う、このマミスチル。そういう意味ではスペインの後継になるかもね。ローズステークスは凱旋ハブ魔法ですが、5番人気とちょっと落ちますね。厳しいんじゃないかなと思います。マックスキャンドゥもいるのか。まあダイジェスト阪神 G2 関西テレビ放送賞ローズステークス芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アランセラ先頭、リードは1馬身から2馬身。エリモエクセル足色は十分、前に迫れるか。あと 200m 発着両馬来ましたね。先頭は変わってエリモエクセル、残りわずか。ゴール前最後の攻防、2番手は笑顔を見せて、先頭はエリモエクセル、1着でゴールイン。2着にはどうやら笑顔を見せて、3着にアグネスカーラット。これが G1 馬だ。エリモエクセル発着両馬が強かった。ちょっと厳しかですね。凱旋ハブ魔法は4着でした。さあ G2 が3つですね。ミルフィーユステークスに天のポッポや武豊鞍上で登場です。ロードアックス千馬、もうポッポ屋最上位、オール構えダンスインザダーク登場。神戸新聞杯はメンツがすごいな。グラスワンダー、エルコンドルパサー、セウンスカイ。あ、差し合ったのかこれ。もう先頭に立ってたからな。強かったですね天のミスチル。楽しみ今後が。さあまず天のチャイドルから。今週出るんだけど出さんでいいような気はするな。距離が分かった以上やっぱり重賞取りに行きたいですからね。
ダートもチャンスあるんだ。まあちょっと無理だと思う。これはこっちの方が組みしやすいのかな。一応ジョッキーを変形図なんてあるんだ。トゥザビクトリーがあちょっと調子落ちとしてるがな。まあこれ一周休ませてもいいかもしれないですね。このぐらい取れないようではダメですね。重賞初制覇の上、順調ですね。アドバイアベガー小屋がミルリーフ、なんとか勝ちたい。ムリスは不要ステークスに出ます。いいのかな不要ステークス。そして以下3歳ルーズ旅がすごいな。ルーズ旅あと2勝ですね。気がつけばまだ3歳なんで翌年まではいけそうですからね。ルーズ旅もスプリンターズステークスの台風の目になってきそうですが、ちょっと心配だな。調子を上げておきましょう。あ、一気に調子上がった。疲れも取れてるから一石二鳥ですね。この状況はロン負けが秋華賞、休ませて秋華賞です。高田騎手かメイン。そしてたまごっち、ちょっと焦りが見えてるな。いきなりチャンピオンズステークスはちょっとカップはな。せっかく重賞取ったんだからいいとこ出したいな。ポケモンはポケモン遅めなんでね、本格化が。海外って行ってないの？まだ海外行ってないんですねポケモン。B プラスでもうちょっと欲しいな。スピード取るかわからない。健康パワーを取りに行くか、なんか健康が不安なんですよね。うん、
かんけど健康重視しよう。まあ海外行きたいですよね、この状態だったら。ただし G1 となるとまだ厳しい。10月2週ぐらいにはもう出したい。1400から2600のダート、まあこれでもいいですけどね、メンバーが軽いように見えるし。あ、だ芝なのかこれ。10月2週だよな。ちょっとねメンバーが強いな、というか天縄村出るやん。天縄村こっちを出る可能性あるからな、ちょっと難しいな。プライオスってどんなレースなんだ。 G1 か、まあでもテストステークス G1 取ってるからな。海外、あ、まあ、こっちもいいんだ。ダートか、まあいいんじゃないかな。これ出してみるか。ポケモン1400は距離加減ですからね。まああ、そうだ、ジョッキーはいいジョッキーをちょっと供給しないといけないんで、竹か C か、まあ竹かな。5周はまあ問題ですよね。新機種乗ってくれないの。乗ってくれるよな、ただしちょい落ちるんでな。ポケモンがこれで、でスペですね。スペはまあもう間違いなく参加狙い。グラスがここ、グラスって自分は何勝だ、まだあんまり2勝しかしてないのか。ちょっとやっぱり海外で来年頑張らないといけないですね。アマノアトランタが何部杯か、うん、距離は G エベレストにシーキングザパール出ます。短距離の決定戦ですからね、取って賞金を稼ぎたい。タネパンダスプリンターズか、最後の思い出。レイドは勝ちきれないですからね、まあこれはやむを得ないでしょう。コギャルも出ますね。コギャル G1 3勝か。勢いが止まってるのがちょっと気にはなりますが、そして馬のウィンドウズ、なんかパッとしないな。
歳で通過ですよね。どうやろうこれ、前長官、いや放牧しましょう。天のデジカメ、新機種乗ってくれないの？そういうわけではな、あ、乗ってくれないんだな。で、天のオデッセイは長距離バー本来は。なんで、もっと長い距離の方が本当は合う。スピードがね、オデッセイ足りないな。あ、ひどいなこれ。え、なんで、なんで無視してるんだ、ほっとかれてんだ。シウスダミー、成績から見たらダミーじゃないな。そしてエアグルーヴが凱旋門賞に挑みます。微妙に距離長いけどね、頑張ってもらいましょう。岡部騎手、天の家なき子が阪神大賞典、森騎手か。ちょっとやっぱり、家なき子は自分は橋を上げてんのか。なんか嫌だな。放牧はするけど、天のトッポ、いや違うな。って乗ってくれないの？まあでも、キングジョージ2着。え、このオールカバーって必要なレースなのかな？ロワイル賞ですね、メルボルンカップの前に。なんとかどっちか勝ってほしいです。さあ、あと一つ使えますよね。調教師かな、騎手も結構あるんだ。騎乗順地、そうだ、1歳をそろそろやれるんだ。あのマイヤーボス行っちゃいましょう。ではネクスト、ミルフィリーフステークス、天のポッポやニュー G2 か、一番人気。ポッポやそんなによくはないし、他の馬も100超えてる馬いるから苦戦必至ですね。ダイジェストでいきましょう。ニューベリー競馬場 G2 ミルリーフステークス 1200m 電撃の直線競馬です。
前はアマノポッポヤ、アマノポッポヤ、後続を引き離します。残りあと 400m。 さあポッポヤどうだ、ここからどうか。アマノポッポヤ先頭、リードは3馬身以上。あ、いいんじゃないかな。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。内容もいいぞ。2番手はベルオブカンパニー、アマノポッポヤ、この馬で決まりか。やりました。今海外の G2 を制しました。強さです。2着はベルオブカンパニー、3着にこれ G1 狙いますね。海外や見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。意味のある勝利になりました。あ、海外重賞制覇初ですか。うん、いいんじゃないかな。あ、海外遠征はつかず、オールカマーダンスインザダーク、なぜか登場 1.9 倍、ダントツ1番人気。これは強いでしょう。グリグリです。ローゼンカバリア、サイレントハンターにとっては目も当てられない。でもまあ賞金稼ぎたいっていうのもありますからね。シルクジャスティスにしても、なのでしっかり輪島騎手で勝ってもらいましょう。ダイジェスト、中山 G2 産経賞オールカマー芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダンスインザダーク先頭、残り 200m、 後続を引き離しにかかります。2番手はローゼンカバリー、ダンスインザダーク、この馬で決まりか。ダンスインザダーク今ゴールイン、段違いの強さです。2着はローゼンカバリー、3着にダイワテキサス。まあ、またがっていうだけ勝てますからね。ダンスインザダーク、レコード、しかもダンスインザダーク次どこだったっけ。ダンスインザダーク、いいえ、グラスワンダー、エアジハードか。グラスワン第1番人気、セウンスカイ、エルコンドルパサーと三強の争いです。これ面白いですね。ちょっとレース見てみますか。阪神 G2 神戸新聞杯芝 2400m です。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました、目白シャイン。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。漆黒の馬体、目白シャイン行きました。これに続くのがエルコンドルパサー、目白シャイン先手を取りました。これに続くのがセイウンスカイ、その外にエアジハード、すぐ後ろにアヤスアゲイン、その隣にサンプレイス、金都市ガバナー、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。グラスワンダー D1 です。並んで4番マイネルクラシック、アナグラムベイ、すぐ後ろさらにはエルピース、内からはキングヘイロ、グラスに頑張ってほしいんですが、西のスイス、その後ろアークラセーヌ、そのうちに続いています。その外からアグネスウエスト、すぐ後ろにアルデルアップル、その後ろにゴールドエンペラー、並んで15番ハーザーカトマイン、1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。外回りですね。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ここでセイウンスカイ先頭に変わりました。2番手はサンプレイス、エアジハード、3番手グラスワンダー、 E1、 安城のゴーサインに応えるか、うん、チャンスありますよ。グラスワンダー全然。さあ先頭はセイウンスカイ、サンプレイス続いています。エアジハード、その後ろアヤスアゲイン続いています。内からはメジロシャイン、その外からはエルコンドルパサー、さあエルコンドルパサー上がってきたぞ。その外からはエルピース。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。頑張れグラスワンダー、先頭差は3馬身、まだ持っている。手応えもいい、エルコンドルパサー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。エルコンドル来た、ちょっとグラスは追い上げてきた、遠かない、いや伸びてきた。2番手はがエルコンドルパサー、エルコンドルパサー1着、2着はグラスワンダー、3着にセイウンスカイ、これが G1エルコンドルパサー、ライバルバカシュン。いいえ
輸送費が、支出のほとんどが輸送費ですね。アトランタとアムラーが、ん？なんか出るんだ。弱そう。ん？さあ、G1 が大量にやります。スプリン、そしてスプリンターズステークス。武豊多いな。C もいますけどね。スプリンターズステークスはタネパンダとルーズタミ。タネパンダは今年で引退なので花道になるのかな。ルーズタミも出てきます。煽りです。電撃戦を目撃せよマイル王、世界へ飛翔桜の女王、大崖再び対戦ヘッドだ。道悪の鬼、道悪の鬼なんだ。タレパンダ、参加しません。おっと、家族ができた。湯戸が元気な男の子です。北斗、カオももう32歳なんだな。さあ、2人目の子供ができまして、おじい34歳でもうおじいちゃんですからね。ダビスタシリウスステークス出ますね。あ、この辺はさすがでしょう。ダンスインザダーク、セールは出さずにスペインなんとか頑張ってほしい。ダンパも今年いっぱいですからね。天野一郎は飲んだコスどうなんだろうな。見ない、見ない機種だとちょっと不安がある。武豊か乗せるわけにはいかないですからね。どうかな、イザメスまで調子が持つと思えないんだよな。楽しみですね。トルネードは G1 5勝はすでに挙げております。トルネードにもなんとか取らせてあげたいな。あと3勝です。
サイレンスズカ参照じゃないかもしれないけどな。字は参照だが、このあとどうするかですね。この馬は分からんな。成績が良ければないいんだけど、まあ、10月4週の芝マイル戦あたり出られればそれでいいっていう感じか。だよな。あ、別に竹でいいのに。竹乗ってくれないの。いや乗れますよね。あ、でも C 機種がメインなんだ。なんで C 乗ってくれないんだ。今回竹か。でオデッセイが秋天に挑む、まあ、敵距離ですからね。さあシーキングザパール G エベレストにかけます。3頭出るんだ。グラスが出んの。グラス距離持たんでしょ。なんぼなんでもそれはない。グラスは G1 2勝馬ですが、当然外に出ます。調子がまだ上がりきってないな。ここだな。ダース・イン・ザ・ダークがいいのか。じゃあここですね。ちょっと BY 距離長いかもしれないけどね。ジョッキーは的場騎手合うけどな。いいじゃないですか。ミスチルが菊花賞。ミスチルとしてはやっぱりスペに最後の意地見せたいですよね。デッキに不安があるな。あ、BC クラシックってそういうことか。いや無理でしょう。なんで BC クラシックいるんだと思った。そういうことか。アムラはちょっと厳しいかな。ちょっと長いしな。距離もっといいレースあるじゃないの。さあ武豊に乗せるって言ってますからね。さすがにそれはきつい。ダートだな。
まあ普通ここに出しますよね。アムラーは武豊じゃなくて、まあ森騎手引き続き乗ってもらいましょう。 C でもいいんだけどな。で、あ、アトランタがなるほどな、まあそうだろうな。アトランタな2000いけるんだけどな。まあ難しいですよね。ロンバケは勝負です。たまごっち、うん、陣は3勝ですね。逆襲してほしい。ちょっと厳しいかな、桃天然。出せるレースありますよね。宇宙牝馬でもいいわけだし、富士ステークスとかありますからね。まだ賞金が全然足りないんで、ここでもいいし、ダートを走れないわけじゃない。まあ海外は無理なんで国内でしょうけど、ああ普通に考えたらスワンステークスですよね。スワンステークスか富士ステークスか。まあでも富士ステークス行きましょう。スワンよりは富士。当然カルメ調教。これ休ませてないんだ。今日は2歳、あ、そっか2歳馬か、これポッポヤ。でもいいですよね。レース不要を出してもいいのかな。
まあネクスト行きますか。ちょっと待ってくださいね。オーサマーゲインステークス、天のトルネード登場ですが、ちゃんと公開設定してるよな。公開になってるよね。なんかあんまりアクセス数がないように見える。121ダントツですね。じゃあ行きましょう。レースです。サンタニタ競馬場 G1 オーサマーゲインステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スーパーオデッサ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスーパーオデッサ行きました。続いて前へ行くのはワイルドラッシュ、さらにはフレッシュステリオス、14番ファニービガーズ、その後ろ先手を取ったのはスーパーオデッサ、好位置をキープしています。天のトルネード並んで G13勝、トレジャーレッグス、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外からハロウィンケイティーズ、黄色の帽子マシーンネーム、その後ろその外にフェンダーグロー、その隣にエルファスラータヒチ、その横にファットトルネード、これに続いてカウントオングルーブ、並んで4番スタイリッシュボア、最後方にウェイズトゥティール、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬フレッシュステリオス、レースを引っ張ります。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ9番フレッシュステリオス、2番手はファニービガーズ、トレジャーレッグス、3番手天のトルネード、まだ動きません。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m、 天のトルネード来たね。天のトルネード先頭、必死に追いすがります。先頭に立ちました。差し切った天のトルネード、勝ちました。2着はトレジャーレッグス、3着にワイルドラッシュ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。なんとか勝ちましたね、天のトルネード。まさしく日本が世界に誇れる馬です。イージーゴアとダイナシュガー、さあフラワーボール招待ステークス、ダンスパートナーです。1番人気、122メモリーズオブシルバーがライバル。メモリーズオブシルバー投資はありますからね。ちょっと要注意ですね、これは。レース行きましょう。ベルモントカーパーク競馬場 G1 フラワーボール招待ステークス、芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場、スタートしました。勢いよく飛び出したのはフィー、その外にマックスマジック、さらに ニュートリノ依然として先頭。
に入ります。ごめんなさい。前方は依然としてジェモナニュートリノ、ベイクトアミーがほとんど差がありません。間を挟んでスターリードリーマー、3番手ダンスパートナー、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はベイクトアミーがジェモナニュートリノ続いています。間がちょっと後ろですね。ダンスパートナー届くのかこれ。日米王者意地の上がってきたが、残り 200m を通過してメモリーズオブシルバー粘り込みを図ります。メモリーズオブシルバーがいいが届かないな。これメモリーズオブシルバ ー1着、2着はダンスパートナー、3着にマックスマジックメモリーズオブシルバー。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。負けました。残念。さあジョッキークラブゴールドカップ天の玉ごっちですが、これは3番人気になります。ヘレツ、ディアルクワイエット、ビクタークーリーか。玉ごっちどうしようかな。先行策ちょっと控えてみるか。ちょっと待って、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。リアルクワイエット先頭、残り 200m、 リアルクワイエット余力は十分、さらに引き離していく。2番手はマレク、リアルクワイエット強い強い、リアルクワイエット圧勝ゴールイン。2着はマレク、3着にオーサムアゲイン、リアルクワイエットここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。天のデジカメ先頭、あと 200m、 後続は遥か後方。2番手はラビーブ、これは強い。天のデジカメ、この馬で決まりか。天のデジカメ今ゴールイン。段違いの強さです。2着はラビーブ、3着にフラッグダウン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のデジカメ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前はナチュラルホーク、アルーリングゴーフィールド、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わったポーラーケース、前に迫るサーチングキングラス、あと 200m。 さあ先頭は今度はサーチングキングラス、2番手はアルボラーダ、サーチングキングラス先頭だ。サーチングキングラスゴールイン。2着にはどうやらアルボラーダ、3着にポーラーケース、勝ったのはサーチングキングラス、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノプリウス先頭、残り 200m、 これは完全にちぎれた。アマノプリウス先頭です。このまま押し切るか。2番手はメジロウェーズ、アマノプリウス今ゴールイン。段違いの強さです。2着はメジロウェーズ、3着にタイヒオールデイ、これは桁外れの強さだ。アマノプリウス第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天のダビスタ先頭、残り 200m を通過して、天のダビスタ意地を見せる。名将元成必死に追う。天のダビスタ先頭、2番手は名将元成、天のダビスタ1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、天のダビスタ。さあ、中山競馬場芝 1200m スプリンターズステークス秋の電撃6波浪戦です。
最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠の新興フォレスト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。天の垂パンダ、これはいいスタートを切りました。フォレストシンボル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく新興フォレスト行きました。続いて前へ行くのは天の垂パンダ、さらにはフォレストシンボル、4番道島無敵、その後ろ新興フォレスト先手を取りました。好位置をキープしています。待機シャトル、その隣に凱旋ヘッド、待機マーシャル、そのうちに続いています。並んで古豪宇治の真剣王、さあ先頭はまだ16番新興フォレスト、新興フォレスト後続を引き離す。2番手は天の垂パンダ、間を挟んでブラックホーク、3番手、さあいよいよ直線の攻防、新興フォレスト先頭、あと 200m、 待機シャトル、待機シャトルじゃ天のルーズ旅、ここでやってきた待機シャトル、届かないんだろう。2番手は天のルーズ旅、待機シャトル、待機シャトル、1着、2着は天のルーズ旅、3着にブラックホーク、これが世界の実力だ、待機シャトル。いや強かった。はい、凱旋門賞エアグルーヴ登場です。他南部杯もありますね。ルーズ旅、いやさすがに府中牝馬は無茶だろう。10月4週あたりの海外短距離戦がいい、たくさんありますからね。戦、あ違うわ、短距離戦って言ってもマイルの方がいいんだ。デジカメ出てるし、こっちかな。でもこっち距離、もうちょっと距離あった方がいいよね。これならこっちか。ん？あ、無理なのか。ダートなの。シーキングザパールがいる。じゃあこれか。あ、ドンタコスがいるや。じゃあもうここはダート戦、芝なんだ。じゃあここですね。ここはカット。調子が持つかどうかですけどね。でプリウスは KO 杯 2歳か。
そろそろ芝行ってもいいんじゃないの。行ってみますか。クリテリウムの。ただしジョッキーは変えます。竹豊か。これで G1 2勝目ですか。デジカメ調子いいな。いよいよ本格化かも。ここでかな。であとトルネードが海外取ってるからチャンピオンズカップですよね。本当はもう一層できそうだな。ダート、まあここに出しても全然いいんですけどね。一郎のいる、まあ天野一郎側に任せて海外出しましょう。ここもありだな。16いく持つもんね。もちろんここもありです。アトランタいますけどね。アトランタじゃちょっと力不足だろうということで調整するのもありだが、さあどうするか。チャンスあるとは思うんですよね。2連勝か。トルネード勢いすごいからな最近の。ただ竹豊を乗せることはできませんので別のジョッキーになってしまいますが、まあしっかりここは取りに行きましょう。竹は乗せられないんで、勝春いいジョッキーなんだ。まあまあこの距離にしましょう。16とか18がいいんで。感じかな。デイラミが強いんだな。首位互角。サイレンス鈴鹿です。馬の家なき子がここはといいみたい。じゃあまあこのまま次行きますか。ネクストスピンシダーステークス天野アムラ登場。一番人気125。レース行きましょう。キーンランド競馬場 G1 スピンスターステークスダート 1800m です。スタート。さあ先行争い、何が花を。
スキーウイ、これに続いてアラマスムース、内からはクリシアシルキー、その外からデンジャラスサコーナイト、最高峰にセイルタンブル、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでクリプトセイラウェイ先頭に変わりました。サークルドミニオほとんど差がありません。間を挟んでグリッターウーマ、3番手アマノアムラ、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサークルドミニオ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はグリッターウーマン、あと 200m、 先頭はグリッターウーマン、ウェルチョーズン頑張れるか。一気にアマノアムダ、グリッターウーマン先頭だ。グリッターウーマン、グリッターウーマン1着、2着にはどうやらアマノアムダ、3着にアジーナ、グリッターウーマン、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。アマノアムダ惜しくも2着。このまま引退か。ロワイヤル賞アマノスペイン1番人気勝ってほしい。まあここはトップですね、レーティングトップ。行きましょう、レースです。パリロンシャン競馬場 G1 ロワイヤル賞芝 2800m 長丁場です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、 TV シルシは前に行きそうです。サンドシャーディー、それに続いています。さらにはウィナーズシーブ、12番ブレイズンクラシカル、その後ろ先手を取ったのはブレイズンクラシカル、好位置をキープしています。アマノスペイン、その隣にアドラダリバイバル、すぐ後ろにファンキーポーラ、その外からラインダイヤ、内からはカレッザデイライト、その外にキースシンボル、サイレントクイーン、そのうちに続いています。赤の帽子シャワーボヤージ、その後ろレリナピアニッシモ、すぐ後ろプライマルクライド、それに続きます。並んで G1 馬ネバーガバメント、最高峰にストロングクリシア、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から12番ブレイズンクラシカル、依然として先頭、その外にウィナーズシーブ、これに続いて TV シルシは間が空いてサンドシャーディ、内からはアドラダリバイバル、その外にラインダイヤ、並んで9番ファンキーポーラ、その外にネバーガバメント、どこにいるんだ、内からはシャワーボヤージ、並んで古豪ヒースシンゴ、うちですね、中段の後ろからの競馬になりました。アマノスペイン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。先頭から最高峰までおよそ10馬身、スタートがあんまり良くなかったのかな。すぐ後ろにプライマルクライド、内からはカレッツァデイライト、その外にデリナピアニッシュ、まあ最も距離が伸びるから折り合いを考えないといけないです。前の方からもう一度見ていきましょう。12番ブレイズンクラシカル、依然として先頭、その後ろにウィナーズシーブ、その後ろに TV シルシュ、さあフォルスストレートにかかってきた。12番ブレイズンクラシカル、ウィナーズシーブ、ほとんど差がありません。TB シルシは3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ追い出していくぞ。ブレイズンクラシカル先頭、さあ TB シルシが、さあ来た、アマノスペイン中割ってきた、先頭に踊り出る。アマノスペイン、さあ先頭に立ったのはしっかり勝ちました。残り 200m、 先頭を踊り出ましたね。2番手はレリナピアニッシも後続は勝ちましたね。アマノスペイン、やりました。これでアマノスペイン G1 8勝金札確定です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノスペイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。8個目の G1 タイトルですね。さあ凱旋門賞エアグルーヴ1番人気、デイラミが136で圧倒的すぎる。
エアグルーヴが一番人気なんですね。デイラミが2番人気なんだ、まあ、頑張ってもらいましょう。パリロンシャン競馬場 G1 凱旋門賞芝 2400m、誰もが日本のホースマン誰もが夢見る大舞台です。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ストラテジックチョイス、前に行きそうです。スウェイン、それに続いています。さらにはエアグルーヴ、12番レジェラ、その後ろ先頭はエアグルーヴ、積極に行きますね。持ち込みたいところ、ブーソバージュ、それに続いています。これに続くのがロイヤルアンセム、その外からザインタ、その後ろにサガミクス、内からはハイライズ、その外にゴルジア、並んで G16勝。2番手につけましたね。いい流れ。デリンソリスト、少し間が空いてシルバーペイトリアーク、その外にデイラミ、その隣にドリームウェル、最後方にカイタノ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。デイラミは後方です。前の方からもう一度、比較的固まった展開です。なので各馬ロングトラックのコーナーに入ります。スパート合戦になるだろうな。およそ10馬身淀みのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、2番手に9番エアグルーヴ、これに続いてブーソバージュ、その後ろからはストラテジックチョイス、ザインタ、それに続きますレジェラ、すぐ後ろ白の帽子ロイヤルアンセム、その後ろ、その外にダンスデザイン、並んで G1 馬ベリンソリスト、すぐ隣にさあ4コーナー回って、そのうちに続いています。このストレートか、これ。サガミクス、さあ先頭はまだ G15勝、スウェイン、2番手はエアグルーヴ、どこ絶好の手応えです。ルーソバージュ3番手、さあ最後の直線、さあ持っていく、ストレッチを巡る攻防だ。日曜王者意地のぶつかり合いだ。引き離されてないか。スウェインに3馬身以上、さらに突き放します。ダメだ、デイラミがやってきた。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 スウェインアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はデイラミ、スウェイン1着、3着はそうになった。3着にエアグルーヴ、勝ったのはスウェイン、見事な勝利です。いや、これが凱旋門賞の怖さ。ブライアントが勝ってたけど、やっぱりエアグルーヴとなると簡単にはいかないのか。さあ南部杯です。2頭出し、1番人気アマノアトランタ、3番人気にアマノコギャルがつけておりますが、メンセオペラがいますね。あとウィングアローもいる。今回9頭立てながら相当メンツが詰まってます。あと戦法も考えなければなりませんが、まあこれでいいだろうな。コギャルはどうするか。コギャル引っ張りたいかもな。これでいきましょう。レース、盛岡 JPN1 南部杯ダート 1600m です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。名声オペラ、前に行きそうです。これに続くのが大気シャーロック、名声オペラ先手を取りました。内からは天野コギャル、その後ろからはアリゾナサービス、並んで7番ファーストアロー、その横にシルクフェニックス、これに続くのがウィングアロー、アマノアトランタ、後ろからになりました。しんがりから MI ブラウン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G13勝、アマノコギャル、レースを引っ張ります。すぐ後ろに大気シャーロック、さらには名声オペラ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ4番アマノコギャル、大気シャーロック、ほとんど差がありません。名声オペラ3番手、アマノアトランタ、後退アマノアトランタ、大丈夫か。後続集団も追い上げにかかります。さあ上がっていった。さあ先頭はアマノコギャル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノコギャル先頭、外から名声オペラ先頭、アマノコギャル、コギャルが先頭へ。どうか、
や、明星オペラが再度離される。明星オペラ強い強い。明星オペラ圧勝ゴールイン。2着はアマノアトランタ、見事に中央の強豪を退けました。明星オペラ、この馬は強い。さあ、サウジアラビアロイヤルカップにツザビクトリー、ん？ツザビクトリーがいるんだ。グリグリじゃないです。グリグリ、ほぼグリグリですね。エイシンキャメロンがいる、ロサードがいる、フサイチアーデールがいる。みんな強いな。ダイジェスト東京 G3 サウジアラビアロイヤルカップ芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後も先頭、ブザビクトリー先頭、リードは2馬身から3馬身。エイシンキャメロン懸命に追いすがります。ブザビクトリー先頭、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。ブザビクトリー先頭です。このまま押し切るか。スピード違いで逃げてる感じだな。ブザビクトリー強い強い。圧勝ですね。圧勝ゴールイン。2着はテンマハーモニー、3着にサイチエアデール。ブザビクトリー見事1番人気に応えました。次の世代も育ちつつあります。グッとくるスピード。さあ、アマノプライドデビューです。 1.6 倍、ダントツですね。父ガルチ、母イクノディクタス。まあ勝てるんじゃないかな。ダイジェスト京都2歳新馬戦芝 1600m、 アマノプライドメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノプライド先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はビッグフォックス、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。これ楽しみ。アマノプライド2着はビッグフォックス、3着にシンボリシリック。これは桁外れの強さだ。アマノプライド、本格化はこれから。前上巻サイレンス鈴鹿です。1番人気競泳マーチ、エルコンドルパサー。エルコンドルパサーも出てくるんだ。連投じゃないかなこの馬。そして、サンデーブランチと出てまいります。クラブ馬から凱旋エピトムだけど厳しいだろうな。サイレンス鈴鹿グリグリですが、本当にこれ勝つことできるか。大逃げです。え、的場、え、なんで的場、また竹豊が乗ってくれなかった。海外のあれにいつの間にか竹豊が乗ってしまってたんだ。ちゃんと気をつけて登録したんだけどな。まあどちらにしても大逃げ強制です。悪夢だ。これはやばいですね。サンデーブランチか。レースいきましょう。東京競馬場 G2 毎日王冠芝 1800m、 サイレンス鈴鹿が伝説の大逃げを見せたレースです。だが、このサイレンス、この世界上サイレンスが大逃げ2戦連続不発、竹豊乗ってくれません。本日のメインレースの発走です。宝塚も勝つことができませんでした。綺麗なスタートを切りました。宝塚大逃げしなかったけど控えちゃったもんな。サイレンス鈴鹿競りかけていきました。先頭はサイレンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込みたいところ。その後ろからはサイレントハンター、
そして大きく離れてもしかしたら交換距離が悪く傾いているのかな。 G1 2勝エルコンドルパサー、少し間が空いてロイヤルスズカ、エルコンドルは結構前にいますね。サンデーブランチ、その後ろ、その横に菅野王子、間が空いて東海太郎、マーベラスタイマー上がっていきました。その隣にペンマメマリ、ややハイペースといったところでしょうか。あ、これでもややハイなんだ。どう影響するか。意外とハイペースじゃない。先頭から最高峰までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。先頭は依然としてサイレンス鈴鹿、2番手はサイレントハンター、間を挟んでサイレントハンターが絡んでいる。飽き点みたいだ。サイレンス鈴鹿、このまま逃げ切れるかどうか。さあ、ここからバテるが、まとまらかな今回。結構いいジョッキーだからな。サイレントハンター必死に追います。ああ、でももう捕まりそうだ。競泳マーチ伸びてきた。競泳マーチ、ここから勝負をかける。あと 200m、 ここで先頭変わってエルコンドルパサー、2番手は競泳マーチ、先頭はエルコンドルパサー、1着でゴール、2着は競泳マーチ、3着にサイレンス鈴鹿。これが G1 馬だ。エルコンドルパサー、堅実用には大逃げうまくいきません。レコードですね、エルコンドルパサー。そして京都大賞典、天の家なき子登場です。これにはメジオドーベルステイゴールドも出て決めてますね。メジオブライトもいます。楽なメンバーではない。そんな中、八村騎鞍上ですね。ダイジェスト、京都 G2 京都大賞典芝 2400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の家なき子先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。いや、決まりじゃない。一気に後続がやってきた。後ろが強い。迫る天の家なき子、カーサルヘル、メジロドーベル差し切った。メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらメジロブライト、3着に天の家なき子。これが G1 馬の実力だ。メジロドーベルクラブ馬ですけど、ドーベルやられちゃいましたね。そういえば差しなのになんで先頭にいるんだ。さあ、秋華賞です。少女から大人へと確かな先行力、歌詞の女王、世代屈指の末脚、確かな先行力。凱旋チョビリグ、大激戦の秋華賞となりそうです。お、コギャル温泉、温泉効果恐ろしき。寿命が戻ってるよ。カムバックエール、そんなあるんだ。あ、そうか、年だから。さあ、10月3週どの馬に了解ですか。まずちょっと予定、次走の予定を見ながら判断したいですね。ロンバケをちょっと、ロンバケチャンスあると思うからな。まあないかな。ロンバケ行くんだったら、ロンバケしかないからな。あとシーキング、なんかグラス勝負を弱そうなんで、絆コマンドはない。ロン負けは、投資だよな、当然。投資アップ。
さてとたくさん出ますが、家なき子は空き店大丈夫かな、距離はでも大丈夫だな、あとは疲れとかだけど、まあ大丈夫かな。出しましょう。天皇賞明けん。天国ママ。いや、結構覚醒だからな。ちょっと待った、海外って。家なき子ってどんな馬があるの？サイレンス鈴鹿、まあ家なき子出てもいいか。ドーベル出るんだ。アムラーはリスタフに挑戦。あれ森騎手勝ち合ってますね。さあエアグルーヴを武豊を乗せる、いやそれはダメでしょ。早速対処しないと。天野デジカメがこれ勝ち合ってるんだな。逆に武豊でいいかな。あ、今度武豊が勝ち合うんだ。じゃあまあ最初の通り C 機種で行こう。で C 機種が乗ることで失害を伴うのは何だろう。あと家なき子アムラーが森騎手が乗るから乗せられないよな。武豊かといって仮でしたからね、武豊かの。ね、横乗り牝馬向いてるからこれ乗せよう。やっぱりね、武豊じゃないとダメか。さあスペインはしっかり勝ちました。これで待望の G1 発勝です。最上位 C 機種ですか。エリザベス女王杯の前哨戦か。クラブ情報です。2位ですね、ドーベルを活躍などで。ラスカルスーカーまだデビューしない。そして凱旋キッキキッズがまあ頑張ってますね。一勝ですが、その後も2着と健闘しております。凱旋ヤフーってどうなんだろう。うわボロボロだな。1勝クラスまで勝ったまではいいものの、2勝クラスとなると苦しい。まあダートの方が向いてるんだけど、それもなんかあんまり言うこと聞いてくれない感じだ。ダートに設定しとこう。主戦って設定できんの？できるんだな。森村騎手でもいいし、曽根騎手っていう手もあるが、森村騎手これ設定できるんだ。ちょっとアマホンとことがかわいそうすぎます。さあ凱旋ヘッドはどうなのか。枝騎手ですね。まあ高松宮記念取ってるんだ凱旋ヘッド。マイルの方が合ってるんで、線路にはどうなのかなと思うけど。あと、キンキキッズがこれで、セウンスカイもですね、もう全線馬になってますね、セウンスカイ。そしてラスカル鈴鹿というとこですかね。知人はもうウハウハなのが
伊坂さん、凱旋ヘッドが G1 馬になりましたし、セイウンスカイも前線マンですが活躍してます。3位ラスカル鈴鹿のデビューも控えているということで、天本さん来年以降かな。ケンキキッズはまだマイナスだが、うわかわいそう、まあ、早熟馬が多いからな。ということで2位ですね。はい、ということで、ここで終わりにしましょう。ということで、よろしく、また次回、やってこの続きをやっていきたいと思います。秋の天皇賞とかブリーダーズカップとかありますが、ちょっとサイレンス鈴鹿思うようにいかない感じですね。ちゃんとローテ見てるんだけどな、武豊がなんか乗らないな。一応赤で表示されれば武豊が被っ他のところと被るっていう感じになるんですけど、ジョッキーがしっかり前週あたりで見て被ってないかもう一度見ましょう。秋天ぐらいは撮りたいよな。ということで、次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。またまだの方、ツイッターのフォローお願いできればと思います。ウィーニングポスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。